AFC チャンピオンズリーグ2014決勝 AFC チャンピオンズリーグ2014決勝はアジアサッカー連盟により開催される AFC チャンピオンズリーグ2014の決勝戦であり12回目の AFC チャンピオンズリーグの決勝戦である試合は第一戦が2014年10月25日土曜日にシドニーのパラマダスタジアム 第2戦が2014年11月1日土曜日にリアドのキング・ファハド国際スタジアムで開催された。決勝戦は A リーグに所属するウェスタン・シドニーとサウジプロフェッショナルリーグに所属するアルヒラルの間で行われた。この試合の勝者は AFC サッカー連盟を代表して2014年12月にモロッコで開催された 2014FIFA。 クラブワールドカップの出場権を獲得した。創設3年目のウエスタンシドニーにとって初出場にして初の決勝戦である。アルヒラルにとってアジアクラブ選手権時代を含め5回目の AFC チャンピオンズリーグの決勝戦である。ウェスタンシドニーは優勝なし、アルヒラルは2回優勝している。AFC のコンペティションでの両チームの対戦はなく初対戦の決勝となった。 決勝戦は、前回大会と同様、ホームアウェイへの2回戦制となる。第1戦が2014年10月25日土曜日に、ウェスタンシドニーのホームであるシドニーのパラマタスタジアム。第2戦が2014年11月1日土曜日に、あるヒラルのホームであるリアドのキングファハド国際スタジアムで開催された。決勝第1戦が行われた、パラマタスタジアム決勝。 第2戦が行われたキングファハド国際スタジアム中、以下のすべての結果は、決勝戦、進出にクラブの得点を前に表示している。概要ウェスタンシドニー VR ヒラルチーム別データ、試合後ウェスタンシドニーが、ホームで1から0の1点差で、アウェーゴールを与えず、第2戦へとなった。ウェスタンシドニーは勝利、引き分け、0から1以外の1点差負けで優勝が決まる。あるヒラルは、 アウェーゴールを決めれず、ホームで勝利が絶対条件となった。アルヒラルが1から0で勝利ならば延長戦へ。概要、アルヒラル、V ウェスタンシドニーチーム別データ試合後創設3年目に、して、ウェスタンシドニーはオーストラリアに初のアジアタイトルをもたらした。一方で、アルヒラルは3度目の準優勝となり、アルヒラルの関係者が、 決勝戦での日本の西村雄一審判の判断が不公正だったことがこの敗北の原因になったと不満を漏らした。